最初の単語はこちらです。 ignore 無視する。大学時代の時にルームシェアをしてたんですよ。でそのルームメイトが田舎から出てきたちょっと訛りが激しい子やったんですね。で僕が出かけようとすると行くのって言ってどこでもついてくるんですよ。で最初はまあ付き合ってたんですけども、何をするにしてもついてきてだんだんしんどくなってきたんですね。それで彼が行くのって言っていることに対して無視することに決めたんです。そう、行くのは無視です。 ignore は無視する。 ignore 無視する。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。 brief 短い。これは知ってたよシリーズですよね。ブリーフです。パンツのブリーフです。パンツのブリーフっていうのはトランクスに比べるとサイドの部分が短いパンツですよね。 brief 短い。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。メンション、言及する。こちらは知ってたよシリーズですよね。言及するっていうのは何かについてコメントをするっていうことですよね。 SNS である人の投稿に対して名前をつけて投稿することをメンションするって言いますよね。それってその人についてコメントしているわけですから、その人について言及しているわけです。メンション、言及する。はい、超えた。続いての単語はこちらです。アポイント、指名する。ディサポイント、失望させる。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は方向を表します。そしてポイントは点と思うかもしれませんが、指を指すという意味だと思ってください。例えば野球部で監督がビシッと指を指してお前がレギュラーだっていうふうに指名するわけですよね。続いてディサポイントですが、ディスは否定を表します。そしてアポイントがくっついてますね。つまり指名したのを取り消すとなるわけです。レギュラーだと指名された選手が取り消されたらどう思いますか？失望しますよね。この時監督が選手を失望させますよね。アポイント、指名する。ディサポイント、失望させる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。エンターテイン、楽しませる。こちらは知ってたよシリーズですよね。エンターテインメント、エンタメです。エンターテインメントっていうのは人を楽しませる娯楽のことですよね。ではより深く理解するためにパーツに分けて見ていきましょう。エンターは中にという意味になります。これは動詞のエンターが入るという意味ですね。でその動詞が知らないよっていう人はエントランスは知ってるんじゃないでしょうか。エントランスは入り口っていう意味ですから、入り口とは中に入るところですよね。波線部分は掴むという意味になります。では中に掴むでなぜ楽しませるになるのかというと、これは人の心の中に入って心を掴む、それが楽しませるとなるわけですね。エンターテイン、楽しませる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。オブテイン、得る。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は方向を表します。そしてテインは掴むでしたね。これはどこかへ出向いて何かを掴む、それは何かを得てますよね。オブテイン、得る。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。contain、含む。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。con は一緒という意味があります。これはコンビネーションの con と一緒ですね。そして tain は掴むでした。では、一緒に掴むがなぜ含むになるのかというと、砂浜にいることを想像してください。砂浜で砂を掴むと一緒に貝殻も掴みますよね。その時、砂の中に貝殻を含んでいますよね。contain、含む。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。retain、保持する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分ですが、こちらを壁だと思ってください。この re のイメージは、この壁に跳ね返るイメージなんですね。で、こちらを進行方向だとすると、後ろに進んでますよね。つまり re には後ろという意味があります。そして tain は掴むでした。後ろで掴むがなぜ保持するになるのかというと、大事なものを取られないように、後ろで掴んでキープする、保持するとなるわけです。retain、保持する。はい、超えた。最後の単語はこちらです。サステイン、支える。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は下という意味があります。これはサスペンダーと同じです。サスペンダーは下にぶら下がってますよね。テインは掴むでした。下に掴むでなぜ支えるになるのかというと、大きなはしごを想像してください。大きなはしごを一人で登ったら怖くないですか？下で掴んで支えてもらいたいですよね。下で掴んで支えているわけです。あと、ニュースなのでサステナブルって聞いたことないですか？このサステインにエイブがついた持続可能なって意味なんですね。環境や資源を支え続けることができるというのが持続可能となるわけですね。サステイン、支える。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、覚えたー。